どうも、フォーです。さて、今日は選手キャリアの方をやっていきたいと思います。ちょっとね、このグランパスで始めたんですけど、結構ね、再生回数がやたらと上がってるんです。まあ少ないんですけどね、もともと。おそらくグランパスのファンの方が検索で引っかかってみて、なんじゃこりゃゲームやないかって言って多分見てねどっか行っちゃうんだと思うんですけど、まあまあまあ何しろねそんなんで引っかかってくれて一瞬でも見てくれたらありがたいですね。そんな感じで今日は J リーグアントラーズ戦、そして横浜 F マリノス、まあ、この辺までまあ、ジュビロ岩田やれたらやりたいなって感じでやってきます。 OK アントラーズやったるぞ。あれ20歳になったぞ。そうだな、確かし誕生日4月4日みたいなのした気がする。なんかすんごいプラスになってるよ。フィジカル1ボレ1あ、月間最優秀選手だからありがたいね。 OK 行きましょう。アウェーですね。さあ今日も上等のツートップ実況は、よっしゃ行くぜ。解説には福西隆さんもお迎えしています。ちょっと久しぶりだからな今日。明治安田生命 J1 リーグのうまくいくか鹿島アントラーズが分かりませんな。名古屋グランパスを迎え撃ちます。俺が投げるの。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。宮原和也、おいね、何かしてきそうですが見事なブロックです。持ちすぎるなって怒られちゃう。以上ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。ペースメーカージョーレオシルバチャンスにできるか。おいおいおい危なっかしいよ。なんかダイビングセーブ。ここサイド微妙だな。パスレスいないよ。米本拓司うまくボールを回します。これはチャンスだ。いやいや上打ってよかったよ別に。チームを救いました。サポートを使うか。打ついていこう。あいいよ。上だからのそこから狙うのか。全然上げねえなこいつら本当に。相変わらず取れるよ。取ってこう取ってこう。よし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 。ジョアン・シミッチ。いいね。狙える位置です。そしてここよし来た。 1点リードにできる。 オッケー。しょぼかったけどいいんじゃない。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるためにこの後もボン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 。いいよこの距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない。いいパスだった。なる前に何とかしておきたかったですね。よかった。うまく読んでいましたね。名古屋の攻撃です。ういいけんじゃないでしょ。突破した。いいね。入りました。ナイス。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。ういこれで2点差ですと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと。ナイス。いやいいシュート打つね今日は。よっしゃどんどん行こう。守備頼むよ。カウンターの場面でしたが守備が戻りました。もう2分過ぎてるからね。これは強い。早く終わってよ審判。ダ
クリアクリア、よし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 、前半が終了しました。カモン、チャオ。もう一回ぐらい入れていきたいよ俺は。うい、いた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 、いいよ。おっしゃ、体強いから。おい、それはよく割りすぎる。よし来い。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのは今日の試合。うまい、これはチャンスだ。惜しい、マジか。危険ではありましたが、自己中だけど惜しい。カモン、ヤング、ジョアン・シミッチ。あー惜しい、シュートは外れます。ふうだわ。いや惜しいね。いいよ、ジョーがいっぱいパスくれるようになったよ。うい、うい、ショートパスをつないでリードを守っています。よし来た。おい、キープ力ねえぞ。ミサオケント、どうして、ナイスナイスナイス。サイド行く。から、この試合でも自信を持ってプレーしています。オーケー、ナイスパス。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。なすすべなしでしょう。え、これちょっとあれだな、選手キャリアちょっとレベル上げようかな。ちょっと弱いなコンピューター、やっぱり。いや全然攻められないもんな正直。まあ全然ずっと攻められててもやることなくなっちゃうけどさ、フォワードだからね。ジョアン・シミッチ、よし来い。さあどうする、いいクロスだ、マイナスのボール。うーん、マジか、ハットトリック惜しかった。まだ来てる。試合は終了いたしました。まあまあまあいいでしょう。試合は終了していますが、ウェイウェイウェイ、この調子でいけば今シーズントップクラスのパサーになれる。パサーなの俺、得点決めてるやん。すぐ変わんな画面。相手にボールが渡らないように正確にパスを狙ってくれ。ショートパスの精度を高めてくれ。素晴らしい視野のスルーパスだ。もうパスのことしか褒められねえな本当毎回。ゴール取ってんだろう、俺2ゴール取ってんだから。ゴールのこと触れてくれよ。3月の月間最優秀選手を受賞、イエーイ。次は横浜 F マリノス行っちゃいましょうか。これもちょっと、ね、設定をねワールドクロスに変えましょうか。まあ、まだなんだかんだ私初心者なんで徐々に上げてきますんでね。今日もジョーとノープスートップ行くぜ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。チームは優勝候補の期待を大きく上回るパフォーマンスを見せています。大きく崩れない限り優勝の大本命の座は揺るがないでしょう。ありがとうございます。当たりピッチの外へ、スローイン。優勝の大本命だって。ジョアン・シミッチ、優勝したろうやないかい。宮原和也、米本拓司。まあ、その前にね、奇跡の話があれば考えちゃうけどね。いやー眠たなってきたぞ。早くも早くもじゃないや、もう遅いんですよ、深夜ですから眠いっすよ。寝ろって感じだけどね。いけるでしょ、俺返してもよかったけどな、この俺に。よし眠い自分で操作してないから余計眠いわこれ。余計眠いわ。それでも取っていくぞ。おいおいおい、きついねそれ。おーい、取れよ。おっしゃ、いけるかじゃあ。俺でもいいよ。おっしゃ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 、いいね。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ、ナイス。回らないように気を
つけたいですね。ゴールキーパーちゃんと触っているんですが、ここはシュートのパワーが勝りましたね。こちらのカメラからの映像です。いや、ナイスだったね。ついにゴールが入りました。全然こんから眠くなっちゃうよ。ジョアン・シミッチ、米本拓司。よし、やっと来たけど、パスするとこねえぞ。おっしゃ、ガブリエル・シャビエル、宮原和也。ここはドリブルで前に出ます。危ない場面でしたが、ディフェンダーがカットしました。いや、全然眠いからやばいよ。レフリーの笛が鳴って前半終了。今シーズンはパスミスが多すぎる。もっと精度上げてくれ。今シーズンはって、今シーズンデビューだから比較しようがないでしょ。おっしゃ、後半か。今度はグランパスボールです。眠いぞ。いや、寝ちゃう。眠いしか言ってないもん。やばいよ、全然喋れてない。やばい、眠い。いや、ほんとそれしか言ってない。サイドに送ります。よし、ナイスどう、上がらない。あタックルで攻撃を切りました。上げたイメージなんだけど、あかんな。実況どころじゃないわこれ。いいタックルでしたがスローインになりました。サポートを使うか。よし、ボールを奪いました。ミチェル・ランゲラ。おい、何それ、何してんだよこいつ。同点のチャンスです。ボールを近くの味方へ、ズシャン。これはゴールキックになります。怖っ。もう一度今のシュートをご覧ください。眠怖っ。ちょっともう眠いから話すこともないわ。全然実況できへん。サイド上がりすぎや。上がりすぎやじゃないわ。サイドクリーンしすぎ。ポジションに戻れって怒られてる、また。いやー、ほとんど眠ってましたよ、これは。ひどい。7.2。これはひどかったな。眠気がね。今シーズンパスミスが多すぎる。まるでどこでプレーするべきかわからないようにフィールドをさまよっていたな。この問題をきちんと解決するように。すんません。寝てたもんで。シーズン10ゴールか。池田得点は一流の証だ。試合を試合するためには中盤でのボールキープが不可欠だ。すんません。寝てたもんで。いや、あかんな。やっぱ、夜やったら。いや、ちょっとね。ちょっと2試合目ひどかったな。勝ったけど、1対0で。ちょっと気をつけなが。そんな感じで今日はちょっともうね、眠いから。眠いねも言ってるけどな。監督、キャリアの時から。だってね、今もうね、2時なんですよ、深夜の。深夜の2時ですよ。眠いっすよね。まあいつもそんくらい寝てるんですけど。いやー、あれだね、3つのモードを同時進行するとしんどいね。でも全部やりたいしな。まあそんな感じで今日はこの辺にしておきます。次はね、ジュビロ磐田、そしてサンフレッチェ広島やっていきたいと思います。まあ、今レベル1個上げたけど勝ったからね。寝てても勝てたから意外といけるのかな。まあ、そんな感じで今日は
終わりたいと思います。ありがとうございました。ほうでした。